コメリ山に竹取りに行きました。まあ光る竹はありませんでしたけど、このですね、このじょ、なんちゅうの、巻尺って言いますよね。この裏側にですね、このまあこう見えますよね、この二尺三寸、まあ一尺八寸、二尺六寸と、こう三つの種類のそれぞれこう指穴の位置ね、上下真ん中、まあここを漢字にしてこう合わせるんですね。でまあ大体わかるじゃないですか。それとこのノギス、ノギスって言ってもね、この100円ショップでプラスチックのペラ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 です。でもまあ大体わかればいいですからね。こう当てがってこう、ね、こう当てがって測るということで、で今回はですね、この天福も持ってきまして。天福に使えそうな竹を、まあ買ってきたわけです。ね、ではまあちょっとご覧いただいて、コメリ、行きまして、この竹売り場ですね、竹売り場で、この間これ1メートルなんですけど、なんか肉厚な感じのが結構あるんですよね、見つけまして、で今回はこの天福持って行ってますので、こうやって当てがって、合わせてると。どうですかね、この肉厚な感じ。でもね、なんかいい感じじゃないですか。なんか似てるし、でまあ実際作ってみないとちょっと本当にどうなのかは分からないんですよね。まあ、こんな感じですか。この私の天福はA シャープなんですね。つつねと言いますか。A シャープ。だから、ちょい長めの A ぐらいが作りたいんですよね。だからまあ、微妙に長いやつ、長い目っていうかな。どうですかね、これ うまくいきそうな気もするんですけど、まあまた作りましたら、まあそれもちょっと動画にしたいとは思ってますけど、まあ、今度はこれはいわゆる一尺八寸とか竹笛の方ですね。これもですね、やっぱりまずノギスでこう測るんですね、太さを。太さ見まして、こうまあ八寸ですと、まあ26ミリぐらいはないと。で今回長めというか二尺三寸とかも作ろうと思って、それはまあ28とか9とかあってもいいんですよね。でまあ、こうやって当てがって、まあこうやって良さそうなやつを選ぶと。でまあ結局そのこうもう2メートルのやつが、これは6本ね。それで、転覆用が、まあこんな感じ、転覆用が4本、結局10本買ったんですね。これコメリのね、レシートですけど、なんか税込みですね、税込みで100円、税込みで60円と、まあ安いですね、もうね。ぜひ、なんて言いますか、ホームセンターに竹取りに行きましょう。